はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、逆クリップ第8弾はい、逆クリップファンの方お待たせしました。まあ反響が大きいこのシリーズなんですけど、もう8ですね。はい、もうかなり来ました。はい、でね、今回のやつはですね、もう本当に最新の商品をもう新鮮なうちにね、もう逆クリップとして紹介しようということでね、はい、紹介することにしました。というのもね、これ逆クリップどうですかとかね、逆クリップ楽しみみたいな声がすでにね来たりしてるんですよね。でね、嬉しいことにですね、下のコメント欄のとこをはじめね、個人的なツイッターの DM とかね、まあ DM 上に自分のなんか知らないところでバーンって投稿されたりとかね、まあいろいろしたりしてるんですけど、逆クリップがね、結構ね、リクエストとか寄せられてるんですよね。ありがとうございます。で、自分もね、試してみて、実はもうスタンバってるやつもね、何個かあったりして、はい、まあそれをね、紹介しようかなーいう感じで前回言ってたんですけど、もう今回ちょっと申し訳ないんですけど、もう新しいやつをですね、もう新鮮なうちにちょっと手元にね、もうしまう前にね、はい、やってしまおうかなということでね、はい、動画を撮ることにしました。ということでね、まだもしかすると手に入れられてない、まあ欲しいけどちょっと手に入れられてないという方もいらっしゃるかもなんですけど、ぜひね、まあ、買うときにですね、亀の子さん言ってたから、あ、じゃあもう逆クリップ用と普通用みたいな感じで2個買おうかなっていうのもね、ありかなとも思ったりするんで、はい、ぜひね、今回の動画もね、見ていただいた上でね、購入を検討していただけたらなと思ったりします。はい、ということでね、今回の動画もぜひ最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。ということで本日も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、今回ね、逆にしていきたいペンっていうのがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、これがね、何になるかと言いますと、ラダイトさん、はい、筆箱とかね、いい感じのやつを作られてるところが、まあ、満を持してね、出した、はい、シャープペンシル第1号ですね、のテックドローっていうやつになります。はい、まあ、今回はね、これを逆にしていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、これをね、逆にしていく前にね、もうちょっと今回バーっては出さないんですけど、どのような逆クリップのやつをしたかっていうのをざーっとちょっとね、ダイジェストで紹介したいなと思います。はい、じゃあ第1弾がですね、はい、まあ、こんな感じでね、カベコスペシャルペンシルの方を逆クリップにしました。これもね、なんか本当に先日なんですけど、はい、なんかブルーのね、なんかスペシャルエディションみたいのが出たりとかしてね、ちょっとどうしようかなっていうのをね、思ったりもしてます。で、第2弾がですね、はい、これですね、カランダッシュの849および844ですね。まあ、写真のやつはこれシャーペンなんで844のやつかな、はい、をまあこういう風に逆クリップにしてみたっていうやつになります。で、第3弾がですね、はい、ごめんなさい、こっちですね。はい、まあ、ペンテルのね、グラフレットっていう風なね、まああまり、まあ、他のグラフ線とか結構行きがちなんですけど、実はこのね、グラフレットっていうやつ、はい、ローレットの部分をこういう風に取ってね、逆クリップにしたっていうやつになります。まあ、ペンチで強引にガーンって開いたりすると、こういう風に、まあ、ローレット上からもできるかもなんですけど、一応ローレットを外した状態でこういう風に逆クリップにしたっていうやつを第3として紹介しました。はい、そんで第4がね、はい、これ三菱鉛筆のユニボールRE3 ビズっていうね、まあ、こすって消せるボールペンのやつ、これちょっと賛否が割れるようなね、まあ、ボールペンなんです、あ、こすって消せるボールペンなんですけど、これを逆にしたやつになります。なんかね、結構いかつい感じになってね、タクティカルペンみたいなね、感じなんですけど、個人的にこれ結構気に入ってるやつです。はい、まあ、こんな感じでね、今ずっと来たんですけど、結構この体操選手を使ってたんですけどね、はい、だん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 この辺からね、不足してきたんですよね。で、まあ、逆5ということでね、第5弾がですね、はい、これプラチナのプロユースっていうやつを使いました。まあ、これ結構安価な、まあ、これも上位のやつがあるんですけど、安価なやつをあえて使って、はい、まあ、こういう風にね、リボンじゃないですけど、あれですね、マスキングテープを巻いたりとかしてね、はい、こういう風におしゃれにデコったっていう風なちょっと変わったアプローチをしたやつになります。で、第6弾がね、はい、まあ、これですね、100均で売られてる、もうこれ100均のクオリティとは思えないようなね、はい、このシャーペンのやつをこれ逆クリップにしたやつです。
でね、第7弾に関してはね、はい、これペンテルのね、海外の方がこれ結構盛んに売られてるかなっていうやつなんですけど、まあ P-209、まあ P-20 なんぼとかいうふうな、まあ P-200 シリーズのやつをまあ逆グリップにするようなやつの紹介です。まあね、この P-209 のやつがね、こういうふうにここにあるんですけど、結構黄色みたいな感じなんで、はい、まあキャラメル色に近いかな、なんですけど、まあそれのね、キラリっていうふうな、こういうふうな昔廃盤になったバージョンがありまして、はい、まあこれをまあ逆にした感じです。でも体操不足、選手不足になったんでね、もう鶴をね、ちょっとまあ和っぽいようなね、コンセプトのペンだったんで、もうちょっとつけたような感じで、まあ第7弾と紹介しました。ということでね、まあ今回のやつがですね、まあその流れで、はい、あ、その前にこれがありましたね。はい、これです。はい、純正のね、逆クリップっていうのもね、実は自分見つけたんですよね。はい、これ、ここのところにちょっとパッケージを載せてるんですけど、はい、ダイソーさんでこうやって売られてるタッチペンっていうやつですね。はい、これ、なんとタッチペン、相当式になってまして、はい、片っぽがボールペンになってるっていうやつで、まあ、偶然このクリップがついてる方がまあボールペンだったということで、まあ純正の逆クリップだったっていうやつを紹介しました。はい、これはちょっとね、盲点でしたね。はい、まあこんな感じでね、今後もね、ちょっとタッチペン関連でちょっと見ていこうかなって思ったりもします。はい、というような感じでね、ずっとまあやってきた逆クリップなんですけど、今回ね、まあやっていこうというのがこのラダイトさんのこのテックドローのこちらになります。はい、まあこちらのやつですね。はい、というような感じでね、じゃあ今から逆クリップの方をしていこうかなと思います。まあね、こっちどっちがいいですかね。まあ銀色の方でちょっとやってみましょうか。はい、まずはですね、これまあ見ていただいたら分かるんですけど、ボディとここがストーンってこういう風にまっすぐになってるんですよね。なんでね、ここのところではまってるやつが結構ここのところにストーンって入るかなっていう風にね、もう発売前からちょっと予感みたいなのをしてたりしたんですよね。はい、でね、まあこの上のところね、こうやって取ってみまして、こういう風にやってみると結構ね、スルッとこういう風に行くんですよね。はい、でまあこういう風に取ることができます。でね、これ取るとね、ここのところにね、なんか白いポチっていう風な、こういう風なマークがあります。これは多分一応合わせるためになんかマークしてあるやつかなとは思うんで、はい、ぜひね、もし戻したいという方はこの点を目安にして戻していただけたらなと思います。でですね、まあこれをね、この反対のところにつけるんですけど、はい、まあこれを別に取らなくてもね、これは結構ツラになってるんでね、はい、すっていけると思います。でね、またね、これ良かったのがこのローレットのところ、これ持った時にちょっと滑りやすいや、ローレットですよって、まあ、前回言ったんですけど、はい、まあこれもちょっと相まってですね、ここのところが結構スーッとこういう風に入っていくんですよね。はい、という感じでね、まあ、自分のこれ好きな位置に調整していただいたらいいと思います。まあ、このね、刻印とのここのバランスとか、ここのちょっと見えてるののまあ比率から考えて、まあ、ちょっとこれぐらい前を残す方がおしゃれかな。はい、まあ、こんな感じにね、していただくと、はい、こんな感じでね、逆クリップが完成します。はい、もう結構すんなりスッといける感じですね。で、黒に関しても同じです。もうこういう風に取っていただいて、まあ、ここすっていう感じですね。そんなにペンチですごい強引にグーッとなんか開き癖をつけるっていうふうな、そういうふうな必要も全然ないです。はい、まあ、こんな感じでね、すってこういうふうにもう初めからすることができるんですよね。はあ、いかがですかね。結構これ見た目的にも割と美しい逆クリップなんじゃないかなって思ったりもします。でね、こういう風にね、手に持った時にですね、はい、この人差し指がね、このローレットのところにね、はい、いい感じで当たるんですよね。で、親指に関しても結構上のところにこういう風に当たります。でね、この口金に関してなんですけどね、これまあ、ちょっと賛否が割れる実は口金なんですよね。まあ、非常に完成度の高い口金で、まあ、グラフ線をまあ彷彿とさせるような先っぽんで、まあ、結構人気があるっちゃあるんですけど、ここのところがね、結構この段々になってるんですよね。なんですごく下の方で口金かぶるようにね、持つ人にとってはちょっとこの指のね、あたりが、うん、気になるよっていう方もね、いらっしゃる感じなんですけど、この逆クリップをこうしてやることによって、普段下の方で持っている方もちょっとこれね、上のところでこういう風に指を合わせたいみたいなね、はい、なんか心理状態になったりするんですよね。なんでいつもよりもね、ちょっと上の方のところでさらにこういう風に人差し指と親指がこうやって安定してこういう風に固定してね、はい、これでスーって書くことができるなって思ったりもします。まあ、この辺はね、これ逆クリップにする意味があるかなと思います。ただまあこれ先っぽが回転するようなクルトガみたいなユニットではないんで、まあ、書いていくうちに片べりっていう風な現象が起こっていくんで、はい、まあ、そうなってきたと思ったらもう
もう大胆にポキッと折ってもいいと思うんですけどね。はい、まあ、それかちょっとこれローレットも滑りやすい感じになってるんで、ちょっとこういう風に回しながら、まあ、くるーっと使っていただいても構わないです。でまあ大体こうしておく方が綺麗かな。まあ、それかまあ刻印に合わすような形でこうしてもらってもいいかもです。またそうなった時このポッチみたいなのがちょっと気になったりするんで、まあ、ポッチにこういう風に今回は合わせてあげる方が綺麗かな。なんとなくポッチに合わせてあげたいって今回は個人的に思った感じになります。はい、ということでね、ちょっと書いてみましょう。はい、まあ、紙の方をねちょっと出してみまして、はい、実際書いてみますね。やっぱりね、逆グリップにすると普段よりももうちょっとねこれ上に持とうかなっていうやっぱ心理状態になりますね。まあ、グリップをこういう風に上とかに、まあ、してあげると、まあ、それに連なってこういう風な感じですね。はい、なんでねちょっとその辺の心理状態になるのが結構個人的に不思議だったりします。うん、いい感じでね描けますね。はい、もうこれ滑りがすごい特に気になるっていう方にとっては、はい、この逆グリップしてみてもねこれ案外いいかもですね。はい、ちょっとこれ折れちゃいましたね。はいはい、こんな感じになります。両方ともいい感じですね。でね、重心の方がですねすごくこれによって低重心になります。なんとこの辺りで釣り合う感じですね。はい、もう超低重心になるんでね、まあ、低重心マニアの方は非常にこれいいんじゃないかなと思います。ちなみにねこれ普通のクリップにちょっと戻してみるんですけど、はい、まあ、普通のクリップの時の重心っていうのもちょっと確認してみたいなと思います。はい、まあ、普通にするのもこういう風にスッとできる感じです。でね、普通の時は重心はちょっと真ん中寄りかな、はい、真ん中寄りなんですけど、まあ、ちょっと前いう感じになります。まあ、それに対して今回のやつの重心が、はい、この辺りにあるっていう感じですね。はい、まあ、ちょっとだいぶこっちの方が短くなるんでね、はい、より低重心差がやっぱりクリップの分増すかなっていう感じになります。はい、まあね、これ嬉しかったのがね、ここのところがねもっとクッて止まるローレットとか、まあ、黒いローレットだと、はい、結構擦れてしまってね、下のなんか真鍮みたいなのがガーってむき出しになっちゃうみたいなことがあるんですよね。ということでちょっとまあ諦めたやつとかもちょっと出したいなと思うんですけど、はい、例えばこちらです。じゃん、これねロットリングのね500っていうやつです。これもねまあ、無理したらねここのところガーンって取ったりとか、ここのところにガツってはめることができるかもしれないんですけど、まずねここのところがあまりにもこれ硬かったんですよね。硬かったんでちょっとペンチでちょっとガーッとやろうかなって思ったんですけど、まあ案の定ちょっとこういう風な感じでね、下のやつがこういう風に見えちゃうような感じになっちゃったんですよね。はい、しかもねこちら側もね同じ現象がこれ起こると思うんですよね。はい、ここに入れる時にこの黒が多分ギギギギギって削れてね、まあ、下がこういう風に露出しちゃうんじゃないかなと思います。まあ、これはまああくまでまあ、黒のやつ使ってたらこういう風にねいつかはなったりとかするんで、まあ、味にはなったりするかもなんですけど、うん、まあ、こういう感じでね、まあ、こっち側に関しても若干そういう風に擦れる可能性があったりすると思います。でもこれね元のこの G みたいなのがこの銀色っぽいんでね、はい、まあ、その辺がまあ気にならないっていうのが一つのメリットかもです。であとねこの銀と黒なんですけど、ちょっとねこれマット的な塗装がされてるんですよね。でこれ多分使っていくとちょっとなんかこういう風にクッて力が入ったりするとそこがちょっとテカってくるようなタイプのこのボディなんじゃないかなと思います。これそれぞれねすごい素敵なカラーなんですけど、この黒に関してがブラックストーク、銀に関してがトレントシルバーっていう名前がついてるやつなんですけど、はい、ちょっとそういう風なね素材だったりするんで、あまり強くギーってこすったりとかするのはちょっとまああれかなって思ったりもします。でね、まあ、これ、まあ、最後になんですけど、これ、あくまでもですね、はい、まあ、今回のこれは、非公式のね、やつなんでね、まあ、個人的に、まあ、なんか勉強とかしてるときになんかリフレッシュみたいな感じでね、こういう風にたまにはこうやって逆グリップしてもいいかなっていう感じなんでね、はい、くれぐれもねこれでなんか変なことが起こったって言っても、まあ、メーカーの方にはね言わないようにしてくださいね。でくれぐれもね自己責任でね、まあ、行っていただきたいなって思ったりもします。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、逆クリップもね、まあ、いろいろバーってね紹介してきたんですけど、まあ月ぐらいからね、はい、いよいよ皆さんから寄せられたやつっていうのを紹介したいなと思います。あとはですねこれがね非常にこのテックドローなんですけど、
欲しいんですけど売ってるとこは見かけないみたいな感じでね、コメントをこれ紹介した時にいただきました。はい、まあこれね、売ってるところっていうのがまあちょっと限られるかなって思うんですけど、偶然自分大阪のギクショナリーデルタさんの方で購入することができました。まあそれは結構運が良かったです。で、大阪言うてもまあ全部のところをカバーしてるわけではないんでね、まあそれどこに売られてますかっていうのをラダイトさんのツイッターの方の公式にコメントした方がいらっしゃいまして、それでラダイトさんが返答でね、どこどこはもうすでに出荷しましたみたいな感じで、まあ、コメントはされてました。まあ、自分が見かける範囲では2人ほどこの動画を撮る段階ではされてた感じなんですけど、はい、まあ、同じようにまあ聞いてもらうと返答があるかもですし、結構それが増えてくるとおそらくメーカーさんもホームページの方に載せるかなって思ったりもするんでね、はい、まあ、もし手に入れられてないけど欲しいという方がいらっしゃいましたね、まあ、その辺も合わせてチェックしていただけたらなと思います。あとはですね、もう一個これラストなんですけど、はい、このペン紹介した時にこれよりもね細いシャーペンのなんか名前をねちょっと挙げてた方がいるんですよね。はい、そうなんですよね。もちろんこれよりね細いシャーペンって実はあったりするんですよね。まあ、それがこれらになります。じゃん、はい、こちらまたこれね動画の方でねゆっくり紹介したいなと思うんですけど、はい、これねトンボのね、まあ、ズームのこの代表的なやつですね。まあ、昔からこれもあるやつなんですけど、707っていうやつです。はい、これもね、非常に細いやつなんですよね。もうボディ自体もさらに細いんですけどね。で、あとはこのラミーのね、これもちょっと廃盤になっちゃったやつなんですけど、あったりとか、まあ結構いろいろあるんですよね。ただ、これらって、その製図用、ザ・製図用シャーペンな見た目な感じではちょっとない感じなんですよね。はい、だったりするんでね、まあこの製図用シャーペンな、こういうふうな、ローレットな要素とか、このガイドパイプが 4mm の要素とか、この口金とかね、あとはこのコード表示窓がついてるっていうふうな、まあ、こういうふうなもうザ・製図用シャーペンな特徴を持った上でこういうふうに細くしたのが、まあ、ちょっと珍しかったかなとかね、まあ、見事だなっていう意味合いで、まあ、ちょっとなんかそういうふうなニュアンスで動画で言ったような感じだったんですよね。なんで、まあ、もしその辺ちょっと気にされてる方は他にもいらっしゃいましたね、まあ、そういうふうな意味合いだということでね、捉えていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、後半いろいろこれの補足みたいな感じでいろいろ言った感じなんですけど、はい、ぜひね逆クリップ用にね1個買うのもいいかもですね。もう1個なんですけどね、はい、まあ、こういう感じでね、いろいろしていただけるもこれもまたねリフレッシュになっていいと思うんでね、はい、ぜひね勉強のモチベーションアップみたいな感じでやっていただけてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回はこのラダイトさんのテックドローンのやつをね、早速逆クリップにしてみたという動画でした。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもね動画とか逆クリップの歴代のやつとか気になった方は見ていただけると嬉しいです。ということで本日もありがとうございました。バイバーイ。